高尾都市運行士は台湾で運輸業を営む企業。高尾市の高尾都市運を建設、運営している。1999年2月1日、高尾市政府は高尾市市街への早運行線、立花線路線建設に対する民間産油案を広告した。30年もの間高尾を本拠としている中国鋼鉄工司は本拠地の発展に寄与するべく、 他の会社を集めて、高尾都市運行士準備どころをスポンサーとなって作り、高尾都市運線への投資計画の用意を始めた。高尾市政府による公的な審査と評価を経て、同年5月26日に最終候補名簿に載せるうちの一つに選ばれた。2000年5月10日、高尾都市運行士計画準備どころは、高尾市政府の審査委員会で最も優れているとして、選ばれ。 2000年8月に高尾市政府と協約を結んだ。12月19日、初期資本金を引き上げ、同日に株主総会が行われた。高尾都市運講師は会社設立を許可され、12月28日に登記された。2001年1月12日に高尾市政府と建設営業契約及び開発契約が締結された。 2001年10月に建設工事を開始して6年、あまりの後期を経て、2008年3月に高線2008年9月に立花線が営業開始した。ボット方式での建設、営業の特許期間は36年で、2001年10月の工事開始から2037年10月までの期間となる。2017年末。 開業後3年間の運営を代行する新北市の大見景気の人材募集を開始。乗客数が伸び悩み、累積赤字が重んだことから2011年には市政府秘書長だった。各立夫が総経理に就任、翌年には当事長に承認した。開業5年目の2013年には市政府が介入しての財務救済措置が取られた。 2013年5月、毎年2億元兆の利払いを市政府が肩代わりすることになったほか、ぼっと満了前ではあるが、車両や信号設備などの記電資産の一部を市政府が前倒しで接収6月に高尾市議会は市政府と高都市公市の運営協定見直しに合意。これにより15億元の増資及び翌月からの毎年18億元に、 上る、減価償却費減免が実現し、高都志向市公主は3年での黒字化を目指すことになった。2015年には、運輸事業単体で、黒字化、その後キャラクター展開や、沿線開発事業の好調が要因となって2016年度の、通期決算で法人としての黒字化を実現した。市政府介入時の合意事項である、黒字化後の税引き前利益の半額を、 市政府に分与することも達成した。2018年には、前年の黒字を原始に初めて株主配当を実施。2016年度から3期連続で黒字化を達成した各は2019年6月に、退任、後任は筆頭株主の中高から派遣されている。筆頭株主である、中国鋼鉄公司のほか、中央政府系の行政院国家発展基金。 民間からは、遠藤グループや、統一企業などのコングロマリット、金融系の振興人事保険、台湾振興保全、大新国際商業銀行、中華開発工業銀行、台湾工業銀行、国体余カ銀行、高尾銀行、機械系の中高電工機械工師、シーメンス、建設業界からは、中金開発工師、永民工程、東南水泥工師、 ツラネコ映像工程講師、中高工程顧問講師、理性映像工程講師などが参加している。動物をモチーフにしたマスコットのほか、従業員役で多数のキャラクターが在籍している。コ人、ヒと英福コウトシ少女は、基本創医者とのコラボレーションで2014年に登場したイメージキャラクター群。コウトシ少年、コウトシ少年は2016年に、 高都市少女のスピンオフで登場した男性版ユニット。高都市恋旅はピクソスタイル社とのコラボレーションで2016年に登場したプロジェクト。2016年1月に台北市と高雄市で開催されたイベントアセジー100創作展でピクソスタイル社と早運行士が合同で行っていた新キャラクター公募の先行発表があり、キホ総意には所属していない。 マレーシア出身のイラストレーター、ウイ・チョーン・リャンが手掛けた、ミヤビ、ヒオウという新しい男女キャラクターが発表された。景気少女隊と、視聴ンその進むのラッピング列車景気少女隊は、キラバセ社とのコラボレーションで2021年に登場した、イメージキャラクター群。クリーンな移動手段である LRT の広報と、違反行為の防止を任務としていて、乗客に、 愛と正義をもたらす。共に、LRT2 期区間開業日と同じ1月12日生まれの双子キャラの女性運転士。桂一子（ピンゴ、ピン,ン、KLIER 中音符号は、身長161センチメートルの A 型。赤い髪がトレードマーク。温和な性格で記憶力に優れる。好きなものは、オーケストラと海、嫌いなものは争いごと、邪悪。 不安全なこと。少女隊での任務は攻撃担当で、初代 LRT 電車を武器とする。かつチゴ、ピンウィン、k l e r 中音符号は、身長160センチメートルの大型。青い髪がトレードマーク。寡黙だが豪直な性格で、正義感にあふれる。好きなものは、飴のカツ、チゴ、トリコだ、甘い食品。嫌いなものは邪悪。 不安全なもの、噛みづらい食物。少女隊での任務は防御担当で、二代目 LRT 電車を武器とする。小愛は、電車のメインコンピュータに宿る、イルカ形態の AI キャラで二人の少女隊のアシスタント役。ミカンは2020年秋から、京都東商駅の駅長に就任した、実在の猫。寒波の到来で、高尾でも珍しく低温となった際には、 屋外での活動を減らす休暇措置が取られた。ありがとうございます。